いつもお世話になっております。サンツブチャンネルです。今日はですね、引っ越しをしていきます。何を引っ越しするかっていうと、この帝大割ですね。前回、S チランジアさんで壁掛け式の、アリの巣を買ったんですよ。で、それを、この前、設置してみたんですけれども、まだ引っ越しができてないので、その新しい巣にですね、この帝大割を引っ越しさせていこうと思います。で、この帝大割なんですけども、今すごいもう増えてしまってて、こんな感じなんですよ。よいしょ。もうね、この巣にもう満タンな状態で、それでいて結構もう、浮か待ちなんですよね、新しい働きアリたちも。で、これ以上増えるともう、これだとちょっと手狭になってしまいますので、先ほどの、エスチランジアさんの巣新しくちょっとですね買ったので、もうこれ一気に引っ越し実行していこうと思います。ってことでやっていきましょう。Relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was aDisaster, but now I don't care. Cause you took my scars, bruises, and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Until I met you, I was insecure, caught up in the pain, but you showed me how to heal. Took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. はい、こんな感じになりました。引っ越しをしてから今ちょうどね、もう1ヶ月ちょっと経ったのかな、もう少し経ったかもしれないですけども、かなりね安定させるまで時間をかけてみました。はい、
ぶっちゃけた話、すぐに安定したんですけれども、ちょっとね、それからどうなるかっていうのをちょっと様子を見てから動画を撮りたかったので、ちょっとこの時間に撮影をしてるんですけれども、結果としてはね、めちゃくちゃいいです、この巣。はい、で今ここのね、一番左下の巣を今メインで使ってるみたいで、ここに繭とかもたくさん作られてるんですけれども、こことあとこっちの右側のこちらの巣もね、すごく使われてますね。あと上の2つについてはこっちは使ってくれてるんですけれども、一番ここの部分についてはまだここは使われてないみたいなので、将来ね、巣が大きくなっていった時に、ここをですね、使ってくれたらすごくいいかなと思います。はい、あとね、通常飼育してる時なんですけども、実はこれミカドオオアリですから、光があんまり好きじゃない種類だと思いますので、こういうこれオプション品なんですけれども、蓋をここに取り付けることができるんですね。ここに取り付けることができるんですけれども、これを普段はやってます。ですので普段はね、ここの中の部分見えなくなっちゃってるんですけれども、特に観察をしない時についてはもう暗い状態にしてあげて、落ち着かせてあげてますね。はい、もちろんしなくても多分飼育することは可能だと思いますけれども、ミカドオオアリとかアメイロオオアリとか、そういう夜行性の種類を飼育されるようでしたら、こういうツールを使っていただくのもすごくいいんじゃないかなと思います。はいはい、でね、一応これくらい引きました。これ以上引くとちょっともう汚すぎて見せられないので、これくらいでちょっと勘弁してほしいんですけれども、こんな感じでね、壁のところにつけてます。でサイズで言ったら横幅が40センチ で縦が30センチなので、その幅があればね、設置することができると思いますので、そこまでね、幅使わないと思いますから、ほとんどの壁で使えるんじゃないかなと思います。でちょっと今のところ注意していただきたいところが、石膏ボードの壁ですね。要するに今クロス貼ってますけれども、クロスが貼ってあるような壁にしか今のところは対応してないみたいです。例えば木の壁とかね、そういうところにはちょっと対応してないみたいなので、もしかしたら今後対応するかもしれないので、そういった壁をね、お部屋で使われている場合はもう少しお持ちいただいた方がいいかもしれないですね。ただ通常の本当に壁であればほとんど石膏ボードだと思いますので、そういった場合だったらすごくいいかなと思います。はい、ということで、今回はエスチランジアさんの壁掛けできるアリの巣ですね、アリ飼育ケースをちょっとご紹介していきましたけれども、実際に組み立ててからだいたい1ヶ月ちょっとくらい実際に使ってみましたが、めちゃくちゃ良かったです。はい、やっぱ壁掛けできるのでスペースがね、本当取られないっていうのは本当にすごいいいことだなと思います。あとはやっぱりそのデザイン性もすごいいいですので、お部屋のインテリアなんかにもですね、しっかり溶け込んでくれるんじゃないかなと思いますので、本当に飼育スペースで結構悩まれてる方とかはかなりいいと思いますので、ぜひですね、この動画を参考にしていただければと思います。はい、本当に良かったですよ。はい、ということでね、今回はこれで以上ですね。はい、ありがとうございました。